めっちゃしょうもなく聞こえると思うんだけど、授業の直前にこれするだけで効率5倍ですよ。ゆき先生チャンネル。はい、こんばんは、ゆきです。今回の動画の内容は、勉強効率を上げるちょっとしたコツ5選です。これまでの動画で結構その勉強法とか成績を上げるために大切なことみたいな、いろいろお話をしたんですけど、今回の動画のテーマは、今日から取り入れられる簡単だけど効果のある5つの方法っていう感じで捉えてみてください。まあ裏技みたいな感じのテーマですね。で、私もいろいろ調べて科学的に根拠のあるお話をあなたにしたいので、今回いろんな研究データも取り入れてお話をします。ぜひ最後まで見て、感想コメントもいっぱい書いてください。ちょっとしたコツとか言って、なんか若干ネタ切れ感があるのでみんな YouTube で見たいネタとかあったらコメントで書いてくださいね。歌でも歌った方がいいのかなどうしようかなではどんどんいきます。一つ目の勉強効率を今日から上げられるちっちゃなコツ、どこでやるかという場所まで決めて計画を立てること。まず最初に、コンスタンツ大学の社会心理学者ペーター・ゴルバッツァーさんによる実験の紹介から始まります。ごめんなさい、パソコン見ててね。この実験では、クリスマス休暇前の学生さんたちを対象に、休暇の過ごし方に関するエッセイを書いてくれというふうに指示をしました。ここで面白いのがね、この学生さんを2つのグループに分けて、1つ目のグループはただそれを指示しただけ、もう1つのグループはそのエッセイを書く時間と場所を具体的に決めてくださいっていうふうに指示をしたんですよ。この実験の結果、そのエッセイを書く場所と時間を決めたグループの方が提出率が上がりました。具体的には、場所とか時間を決めなかったグループは提出率が 34% だったらしいんですね。結構少ないじゃんっていうそれに対して、どこでいつ書くかをあらかじめ決めなさいっていう風に指示をした学生さんたちの中では、なんと 71% の方がちゃんとエッセイを書いて提出したそうです。別にこれどちらかのグループだけに出さなかったらダメだっていう強い口調で言ったとか、ペナルティを与えたとか、そういうことはしてないわけですよ。ただただいつどこでやるか決めなさいって言っただけで、こんなに違うのっていう感じですよね。でね、似たような別の研究があるんですよ。ニューヨーク大学です。次はハルバーソンさんという方とゴルビッツァーさん、読み方違うかもしれないんだけど、の共同研究というものがあります。これはね、高校1年生の学生さんを対象に、模擬テストの冊子を渡して、夏休み中にやっといてくださいねっていう風に指示をしましたと。これまたそのうち半分の生徒にはその課題を配った時に、いつどこでやるかっていう時間と場所を決めさせたんですって。そしたらね、これも同じような結果が出たんですよ。つまり、場所と時間を決めさせなかった生徒群では平均100問解いていたそうなんです。それに対して、場所と時間を決めさせた学生群では、なんと平均250問の問題が解かれていたそうです、まあ、つまりですね、この研究たちから言えることは、いつどこで、まあ、それから何を勉強するのか、課題を行うのかっていうことを決めることによって、それだけの要因によって課題の達成率が上がるっていうことです。誰もが言うじゃん、試験に受かりたいならちゃんと計画を立てなさいと。で、みんなも多分この YouTube 見てるみんなはすごい真面目なので、短期計画とか中期計画とか長期計画とかいろいろ考えて書き出したり、お母さんと相談したりして頑張ってると思うんだけど、いつはいいとして、どこでやるかまで決めちゃうって面白いですよね。でも明日からできそうじゃないですか。例えば明日はこのテキストとこの教材とこの模試をやるぞって言った時に、それぞれどこでやるか結構具体的に、これはカフェでやろうとか、これは自習室でやろうとか、これは頑張って自宅でやるぞとか、そういうところまで決めて書いておくと、それを決めてない時に比べてやる気が出るというか、達成率が上がるんじゃないかっていうことがこの研究から言えるわけです。結構これ私もわかるんですよね。ただぼんやりと明日やるものを決めておくだけじゃなくて、なんか動き方までシミュレーションしておくんですよ。明日は学校は予言まであって、その後哲学会っていう塾で授業が始まるまで1時間あるから、その間は明日はタリーズに行って何の勉強しようかなって考えて、その哲学会の近くにタリーズがあってよく入り浸ってたんだけどでその後哲学会に行ってこれをやって、お家に帰ってきてからこの教材をやるぞとか、そこまでイメージしておいた方が多分勉強をスムーズに進められるっていうことかなと私は思います。逆にもしこれ見てくれてる方の中で、いや僕は私は勉強の計画を立てるとき場所までちゃんと考えてますよって人がいたら、ぜひコメントでどんな感じか教えてください。では次に、今日からできる勉強効率を上げるコツの2つ目、自己暗示をうまく使うことです。言葉を変えると、思い込みのパワーを信じること。なんかこんなさ、スピリチュアルなチャンネルだったっけみたいな感じだと思うんだけど、あの自己暗示っていう四字熟語はね、私結構重要視してるんですよ。自分の経験で感じたのはこれ、スランプに陥った時、
なんか私は英語が得意だったんだけど、ある時急に英語が超できなくなったんですよ。毎回毎回成績優秀者で名前乗らなくなったし、なんか一番上のクラスとかも行けなくなっちゃったし、長文読む時に目が止まるというか、なんかうまくさらさら読めなくなっちゃった時期があったんですよ。まあその結構大切な高2の秋みたいな時期にね、私英語しか取り得ないのにマジ英語スランプになっちゃった、死ぬみたいな感じで思って結構悩んでたんですよ。ただその時にすごい信頼してた数学の先生にそれを相談したら、ちょっとさ、じゃあテスト結果見てみようとかって言って並べて、でもこれはこれのケアレスミスでしょみたいな、これはこれの答え違いだし、分析していったらそんな英語力は下がってるわけじゃなくないみたいに言われたんですよ。でそれは私が英語がスランプだスランプだって思い込みすぎてて、それのせいでまたさらにできなくなって、多分長文読めなくなってるのも思い込みのせいだよって言われたんですね。そんなことあるって思ったんですけど、私は逆にそれで自信を持ったらしくて、で自分を冷静にも見つめることができるようになって、なんか気づかぬうちにまた元の調子に戻ったっていう経験があったんですね。なので自分は今スランプなんだっていうのも、もしかしたら自己暗示のせいかもしれないし、逆にそこから這い上がる術っていうのも、いや別にスランプじゃないぞ、自分できるぞっていう自己暗示だったりもするわけですよね。まあ、こんなことを高校生の時にすごい深く考えて思い悩んでた私ですが、この自己暗示とか思い込みのパワーについてもちょっと面白い研究を調べてみたので紹介しますね。あなたは自分の思い込みっていうものがどれほど自分の行動とか成果に影響してるか考えたことありますか？僕は勉強効率が悪いんだって思い続けてると本当に勉強効率が下がってしまう。つまりあなたの思い込みが現実を作っているという可能性があるんです。この思い込みが行動に影響するっていうことは、心理学的な用語だとプライミング効果っていうんですね。また出ました、ニューヨーク大学です。ジョン・バルフさんの興味深い実験をご紹介しますね。大学生をいくつかのグループに分けた。で、いくつかの単語をそれぞれのグループに与えて、その単語を使った文章を書いてくださいっていうちょっとしたテストをしたんですよ。そのうちの一つのグループだけには杖とか白髪とか認知症とか介護とか、なんかそういう高齢者っていうのを連想させる単語をたくさん入れたんですね。そしたらね、教室から出た後そのグループだけが明らかにその後椅子から立って動くその速度が落ちてたんですって。結構面白くないですか？まあ、つまり簡単に言うと、高齢者のことをいっぱい考えて連想していた学生たちがその後無意識のうちにゆっくり歩くようになっちゃったんですよ。直後一般化して言うと、私たちは実際に触れた言葉とか情報っていうものに基づいて、その内容を反映させたような行動とか思考っていうのを気づかぬうちに取ってしまうっていうことなんですね。使う言葉とか頭の中で思い浮かべる言葉とか、よく目にする単語とか、こういったものによって私たちの行動っていうのが影響を受けてしまうということなんですよ。だからこそ私たちが使う言葉とか触れる情報とか、そして何よりも自分の心の中で思うこと、こういったものが私たちの行動を変えてしまうので注意が必要だということですよね。例えばね、スケジュール帳とかに、私は合格してなんとか大学に行ってどこそこサークルに入るんだ、まあ、書いておいて、それを毎日眺めた人と、落ちたらどうしようっていう文字を毎日見ながら毎日お母さんにその内容の LINE を送った人だと、絶対に多分考え方とか動き方に差が出ると思うんですよ。なんなら成績も変わるんじゃないかなと思うんですよね。なので自分がこういう風に動きたいなとか、こういう思考回路を持っていたいなって思うなら、まずはそういう言葉を自分にいっぱい浴びせて自己暗示をかけるっていうことですね。自分の夢とか目標をスマホの待ち受けにしてもいいと思いますよ。いっぱいそのいい文字に触れて、ポジティブなパワーをその文字からゲットして、その言葉を何度も頭の中で連想して、それを実際の行動に移していく。なかなか面白いなと思うし、結構簡単に取り入れられるんじゃないかなと思います。なんかこれちょっとしたエピソードがあって、こんなことを発信してると、でしょっちゅう見てくださってる方から、いやでもね、生まれながらにして賢くて綺麗で、親はお金持ちで、なんだただの親ガチャ成功の運が良かった人かみたいな書き方をされるんですよ。まあ、親に感謝してるので否定はできないんですけど、まあ、結構コンプレックスもあって悩みながら生きてはきたんですよね。でなんか割と太ってる方だったんですよ。それがめっちゃ嫌で、あとはニキビもすごい多くて肌汚くて、それもかなりコンプレックスだったんですよ。昔はそんな自分がすごい嫌で、例えば応援の中とかでもすごい可愛い、なんか一軍のダンス部とかにいる子たちとなかなか仲良くなれないタイプの、いわゆる陰キャみたいな学生だったんですね。
なんだけど大人になって、例えば自分のやりたかった仕事にこうやってつけて、ある程度の自己肯定感みたいなものを満たしながら人の悩みを解消できるような仕事ができて、あとはまあ自分自身も美容医療とかを経験して、昔よりは多少容姿のコンプレックスが減ったかなっていうところもあって、鏡を見た時に、あ、なんか今日イケてるなって思う日が増えたんですね。そしたらなんかすごく人生が前向きになって、だから私イケてない日でも鏡を見たら、うん、今日私イケてるって思うようにしたんですよ。結構これね、おすすめなのでいいと思います。なんか今日も美人とかはなんか本当のガチな美人じゃないと思えないじゃないですか。なのでイケてるぐらいのワードがねめっちゃいいと思いますよ。鏡を見て今日も私イケてるなって思うことを全人類というか特に全女性に勧めたいという話をちょっとだけします。では次に、今日から使える勉強のコツ3つ目が時間で区切ること。まあ、簡単に言うと、お勉強をいっぱいするにあたって勉強量で区切るか、かかった時間で区切るかっていう、そういう議論ですね。でこの時に、例えば今日はまずこの問題集を何ページやってから休憩するぞって考えるのか、いやいやとりあえず1時間がっつり集中してから休憩するぞって考えるのか、どっちがいいのかっていう問題です。で結論から言うと、時間で区切った方が勉強効率が上がるらしい。じゃあまたこれを示した研究について紹介しますね。スタンフォード大学で行われた実験では、締め切りを定められた学生さんが締め切りを定められなかった学生さんよりも目標をクリアする確率が上がったということがデータで示されました。大学生を2つのグループに分けて、同じ問題集をどのページまで解けましょうねっていうふうに言ったそうです。片方のグループでは明確にいつまでに解けっていう指示を出さなかった。もう1個のグループでは来週の今日までに1週間のうちにやってくださいと言った。そしたらね、もちろん締め切りを提示した2つ目のグループの方が定められたページまでちゃんと解いてきた人が多かったし、それだけじゃなくてそのページを超えて問題集を解き進めた人も多かったんですって。これ面白くないですか。難しい言葉で言うとね、仕事の量は与えられた時間を満たすまで膨張するっていうことで、これを示した研究も結構他にもいろいろあるんですよ。明確にいついつまでやろうっていう時間的な制限っていうのを設けないと、どうしても仕事とか勉強でダラダラしちゃうんですよね。まあそもそも私たち人間って締め切りとか期限を定められないと絶対めんどくさいことやらないじゃないですか。もうそういう生き物なわけなんですよ。なのでこの問題集が終わるまで頑張るぞじゃなくって、とりあえず何時までは頑張るぞって、そういう風に客観的な時間っていうもので勉強を区切って、まず20分頑張って集中するぞ、どん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 繰り返していく、それで勉強の量を増やしていった方が効率がいいという風に言えます。みんなの中にも結構いると思うんですよ。よし単語帳今から10ページやるぞみたいな、そうじゃなくて10分やるぞにしてみて、多分その方が集中力が上がるし効率が上がるし達成感も上がっていいことづくめだと思います。ちなみに、じゃあ具体的に何分勉強してどうやって区切ってどんなサイクルで勉強をしていったら一番効率がいいのかみたいな話は、こちらの動画でも解説をしているので、ぜひ皆さんご覧ください。では今日から取り入れられる勉強法のコツの4つ目が、歩きながら勉強するです。はいはい、そんなね、歩きながら勉強するっておい ADHD かみたいな思うかもしれないんですけど、これ私結構おすすめなんですよ。だってさ、ずっと勉強してると疲れるじゃん。その時によしと椅子から立ってふーんとか伸びをしてね、ストレッチをして、ちょっとお家の中とか教室の中をフラフラしながら単語カードをやるとか、意外と集中できるからやってみてください。あとはリスニングの教材なんかが相性がいいんだけど、聞きながら勉強するのを移動時間中に済ませる。これだったらエアポッドさえ入れば満員電車でも勉強できますよね。テキスト広げられなくても。なので結構その立った状態とか動きながらみたいな状態で勉強するのって、ね、私もいいと思うんですよ。ちなみにこの歩きながら勉強することのメリットって脳科学的な説明がつくんですよ。一生懸命調べたからみんなよく聞いてくださいね。まあ、分かりやすく言うと、場所ニューロンっていう細胞が活性化されるんですよ。これは記憶を司る海馬っていう場所に存在しててね、海馬っていう中に場所に関与する神経があって、人間が歩いたり移動したりすると頭の中で場所を察知するような神経がピカーンって働くんですよ。そうするとその神経の周りにある海馬っていうね、記憶に関与する部分も活性化されるんですよ。なので全く動かずに勉強している時に比べると、動きながら移動しながら何かを覚えようとした時の方が脳みその記憶に携わる分野がバチバチになるってことです。 あえて医学用語をあんまり使わずに説明してるんですけど、これは少し応用を聞かせるとね、移動しながら勉強するのもいいし、場所を変えて勉強するっていうのもこの場所ニューロンと関与するのでおすすめです。よくありませんか、ずっと同じ場所で勉強してるとだんだん気がめいって集中できなくなっちゃうこととか。
自宅でずっと勉強するのは集中力が持たないんだっていう方もいるかもしれません。そういった場合に自宅で勉強するだけじゃなくて、カフェで勉強してみる、自習室で勉強してみる、図書館で勉強してみる、その移動時間も勉強してみると、そういうふうに自分の身を置く環境を変えて、頭の中で場所ニューロンっていうのがピカピカしてることをイメージしながら海馬を活性させて勉強するのがおすすめ。では今日から取り入れられる勉強法のコツの5つ目がキャンディー効果を楽しむことです。いやいや、最後の最後でキャンディーってそのふざけてんのみたいな思うかもしれないんですけど、3人の心理学者の方がね、こんな実験をしました。これね、面白いのが実験の対象がお医者さんなんですよ。ドクターに架空の患者さんの症状とか状態のカルテを読み上げ、それに対してお医者さんが診断をして治療をするっていうシミュレーションを行いました。ちょっとシチュエーションが独特で分かりづらいと思うので、もう一回言うと、例えばね、お医者さんたちを前にして、はい、この患者さんについてプレゼンしますと、何十歳の女性で1週間前からこんな症状で少しずつ悩み始めましたと、で、もともと持病はこれがあって、こんな内服薬を飲んでいて、昨日ぐらいからお腹のこの辺がこんな風にズキズキ痛むんです、だんだん熱も出てきて、さあどうしようって言って病院に来ましたとかね、そういったプレゼンをお医者さんたちにしたわけですよ。で、そのお話を聞いてお医者さんが、あ、じゃあこういう診断が下せそうなので、こういった検査が必要だとか、そういうのを判断していくっていう実験をしたんですね。で、その時にね、お医者さんたちを3つのチームに分けたんですよ。 A チームは特に事前に何もせずいきなりそのテストを始める。2つ目のチームは事前に医学論文を読ませた、難しい医学に関する知識を入れたってことですね。3つ目の C チームは、これ笑わないでね、飴を舐めさせたんですよ。そしたらなんと最後の C チームが A チーム B チームに比べて2倍の速さで正確にお医者さんたちが診断を行ったんですって。本当かなって感じなんだけど、この実験ではそういったちっちゃな快楽があることによって直後の仕事の効率とか正確性が上がるんじゃないかっていうことが結論付けられてたらしいんですよ。でもなんかこれってちょっとわかる気もしませんか？なんか疲れてるなーって時に、それこそキャンディーとかチョコとか食べるとたちまち脳がパッと活性化されて集中力が高まったりとか、効率が上がる感じがしたりとか、多分実際経験ある方多いと思うんですよね。まあ個人的には飴とかチョコによって糖分が頭に供給されるからっていうのも大きな一つの理由だと思うんですけど、別にこれ糖分だけじゃなくて、自分の好きな音楽を聴くとか、私だったら好きなアイドルの動画を見るとか、まあ、なんとなく自分の気分が高まるような何かをして、その直後にテストをするとか勉強をするとか、そうするともしかすると効率が上がるかもしれないということですね。もしかするとこれ私がよく言ってる休憩をいかにうまく取るかっていうことにも結びつくかなと思います。休憩がたとえ5分であっても、そこで完璧にリフレッシュができる方であれば、次の時間まるまる1時間また集中できる。でもその5分間の休み方がなんかダラダラしてたりとか、あまりリフレッシュがうまくいかなかったりすると、次の時間すぐ疲れちゃいますよ。なので休憩時間でいかにリフレッシュをして、いかに自分に対するキャンディー効果っていうものを高められるかっていうところにも作業効率はかかっています。勉強法のコツなんてね、あと100個ぐらいあると思うんだけど、今日は誰でも取り入れやすいかなっていうものを話してみたので、ぜひ皆さん今日からのお勉強に生かしてみてください。私も実際難しい手術をする前とか、甘いものを補給して集中力を上げたりとか、時間で区切って勉強したりっていうのは社会人になってもやってるんですよ。なので学生のうちからこういういろんなコツを得て工夫ができるようになっておくと、きっと社会人になってからも生きるんじゃないかなと思ってお話をしてみました。動画が面白かったという方はぜひいいねボタンとチャンネル登録もお願いします。では次の動画で会いましょう。バイバーイ。